それでは、新コースで、ペチ塗りリレー対決をしていきたいと思います。それでは位置について、よーい、スタート!さあ、ペチ塗り対決始まりました。第一区間。ちょっと待って。なんか、手伝ってる。手伝ってる人がいる。第二走者が、第二走者が手伝っているぞ。これ前代未聞じゃないか。困ってるもん、ほら。タコが。合流する。合流するぞ。当たり前のように戻ってきた。それじゃなくても早いのに。と、繋がりました。で、ここからリレータッチ、そしてここの区間めっちゃ早い。でも緑チームめちゃくちゃ早いぞ。頑張れ、青チーム。もうゴールできそうだぞ。これ。緑もうゴールできそう。もう終わる。ゴールできるかゴールです。あ、こっちも手伝ってる。あまりにも遅くて、手伝ってる。なんなら二人で手伝ってるぞ。第二走者まで届くのか。第二走者届いた。さあ、この、よくわかんない金網区画。もうパスした。最後、アンカーが頑張っております。アンカーが。ダメだ。みんなでやってるよ、もう。頑張れ。あとちょっと。あとちょっとでゴール。ゴールした。あー、おめでとう。それでは、ステージを変更したんですけど、まあ、あっちはお遊びみたいな感じで、なんですけど、ここメインステージ、モンガラキャンプ場で、戦っていきたいと思います。よーい、スタート!始まりました。第一走者の戦いが、始まりました。第一区間はここまで。そして第二区間は、ここまで。第三区間はこの、心臓破りの坂が、本当に疲れるんですけど、ここのゴールに立ったら、勝ちです。第一区間、頑張っております。接戦?いい戦いしてるぞ。本当にちょっと僅差だね。どっちが早いか。少しオレンジチームが早い。これ第二走者パスできましたね。しっかりと。ここから、走者が変わります。ペチ塗りの方が変わります。そしてここは、ヒリオくんにパスが繋がりました。どちらがリードできるのか。早っ。抜いたな。早いな、横のやつ。早いな、ここ。でも最後のね、走者がね、ここで抜き返すことができたね。これ差が、結構差開いたよ、これ。心臓破りの差が来た。さあ、変わって、第三走者に変わりました。ここは、でも苦手なんだよね。このツインテールのイカちゃんは、このペチ塗り対決でとても苦手なので。第三走者、アンカーまでにね、どちらかが頑張れるか、みたいになってたんですけど。これいかない。これいかないな。頑張れ。頑張れ。もう、ラストスパート入ったぞ。お、ここで最後の走者にパスできたか?抜くことできるか?心臓破りの坂上がってきた。駆け足で上がってきた。お、抜けるか?え、抜ける?頑張れ。さあ、両方頑張っております。早い。オレンジ早い。これはどっち勝つか。めっちゃいい戦いしてる。まさか、オレンジの勝ちだ。
オレンジ勝ち抜き返しました、オレンジチーム。なんか落ち込んでる。